はい皆さんこんにちは、えー、私は伊藤塾司法書士試験科講師の関信俊と申しますよろしくお願いいたします、えー、こちらはですねはい、えー、司法書士学問向上委員会の第21話指名委員会等設置会社の監査員は全くもって取締役ですの回と まあいうことになりますでそんなこと知ってるよとかっていうふうに言わないでくださいね、えーまあ、あの取締役は取締役なんですけれどもその監査委員であってもですね、まあ、監査役のこう面影っていうんですかね監査役っぽさがあるのかというと、まあ、相当程度薄まってるまあもう全然バリバリ普通に取締役じゃん という感じだっていうことを強調したいっていうことなんですよね。で、まあ、逆に言うとですねこのテーマ今回のテーマの弦外にあることはですねあの監査等委員会設置会社の監査等委員とは違いますよってことなんですね。で 監査委員と監査党委員って、まあ、党の文字が入ってるか否か一文字違いなんですけれども、まあ、具体的な中身を見ると大違いでしてその監査党委員会設置会社の監査党委員っていうのは、まあ、相当程度監査役っぽさが残ってる、まあ、そういう制度なんですよね。でそれに対して、まあ、今回、まあ、メインで取り上げる指名委員会等設置会社の監査委員の方はですね もう監査薬の面影がほとんどないよ <laughs> まあいうような感じでバリバリ取締役じゃんっていう、まあ、そういうお話だ、まあいうふうに思って聞いていただければという,ふうに思います。はいで えと、まずはですね、早速、ゲスト向場過去問の1問目ですね、こちらを紹介したいと思うんですけれども、本日は、商法の平成20年第34問の足のうになります。で、一応、あの、修正とつけましたが、これ、あの、出題された当時はですね、 えまだ指名委員会等設置会社と呼び名がなってなくてですねまあ委員会設置会社だったんですよねでなので出題当時委員会設置会社と記載されていた部分をすべてまあ指名委員会等設置会社に置き換えてますよとまあそういう意味の修正だと思っていただければと思いますえそれでは問題文読みたいと思いますえ監査役会設置会社においても 指名委員会等設置会社においても各監査役、または各監査委員の報酬一、まあ、人一人の監査役一人一人の監査員の報酬です、ね、について定款の定めまたは株主総会の決議がないときは株主総会の決議によって定めた報酬の範囲内これはあの全体としての監査役の報酬あるいは全体としての監査員の報酬ということですかねにおいて 監査役の協議または監査委員会の決議によって報酬を定めなければならないと、まあ、そういう問題と、まあ、いうことになりますねで。この問題を検討するにあたっては そもそも、まあ、この問題、あの、監査役と監査委員ですね。これの比較の問題ということになってるわけなんですけれども、まあ、そもそも監査役と監査委員の地位ですね。法的な地位がどう違うのかというところから検討していく必要性がありますよね。で、そこでまずは、えー、取締役からの独立性。これについて比較したいと思います。まあ 監査委員の場合は他の取締役からの独立性ということになるかと思うんですけれどもで、はい、A ランク知識じゃないかと思うんですけれどもまずは監査役役ですねで監査はですね。 取締役と枠別して株主総会決議により選任されますよね、まあ、当然ですね、感染役はそもそも取締役とは異なる地位ですので、したがって取締役とは別個に選任されるな、当然といえば当然だと思うんですけれどもで、そして取締役と比べて解任の要件が厳格ですよね。 取締役についてはいわゆる特則普通決議というので解任ができるわけですが、まあ、選任の時と同じ要件で解任もできるわけですけれどもこれはあの監査役については解任の要件がより厳格になってまして特別決議でないと解任はできないということとされてよいですよね。取締役についてはです、ね、選任後 2年内に終了する最終の事業年度にかかる定時総会終結時という法定任期なわけですが関西役については選任後4年内。 終終終了すするる最終の事業年度にか,かる定時時総会結時ですからねしかもですね、この関西区の任期については原則として短縮はできない、まあ、いわゆる固定任期とされてますよね、でそこに書きましたように、まあ、唯一例外として、まあ、定款で補欠規定というのを、まあ、いわゆる補欠規定ですかね、というのを定めている場合ですね、まあ、この場合だけが唯一の例外として短縮できるけれども、まあ それ以外は短縮は認めませんよということになりますあの取締役はどうかというとですね取締役は任期の短縮については自由ですからね、まあ、定款なり選任決議において短縮であれば自由にして構わないんだよと、まあ、そういうことになっています、まあ、大きく取締役と監査役違うなということだと思うんですねでここでちょっと監査委員に行く前に、まあ、せっかくなので最初にもちらっと触れました 監査等委員会設置会社における監査等委員だったら、えー、どうなのっていうことも一応触れていこうと思うんですけれども、この点についてはですね、もう全くこれ監査等委員は監査役の方と同じなんですね。で、監査等委員、まあこれを想定して監査役の方も書いたっていう趣旨だと思っていただければいいと思うんですが、 まあ監査等委員は確かに取締役ではあるんだけれども、まあ、他の取締役とは区別してです、ねまあ、株主総会決議により選任されますよねすなわち株主総会で選任される時点でその人はもう監査等委員になることが想定されていると、まあ、いうことですよねで、えー、他の取締役と比べて解任の要件厳格これ全く監査役と同じで、えー、特別決議によらないと解任ができないと、まあ、いうことになりますしそれからまあ他の取 鳥島に行くより任期が長くと、まあここはですね、まああの。 そもそも監査等委員会設置会社における取締役の任期がですね、これ、1000人後、1年内に終了する最終の事業年度にかかる定時総会終結時、1年ですので、それと比べて長くということなので、監査役と比べると短いわけですけれども、監査等委員である取締役の場合は、1000人後、2年内に終了する最終の事業年度にかかる定時総会終結時と。他の取締役は1年内である ところを2年内ということでやっぱり多摩取締役と比べるとですね任期が長くなってますよねで、そして原則として短縮負荷、まあ、入りきらなかったんで例外は書かなかったですけれども例外が補欠規定というのもこれ全く関西薬と同じとまあ、いうことになりますで、これに対しってことですねはい、えー、今回のメインテーマである関西院ですね こちらはどうかと指名委員会と設置会社における監査員はどうかというとこれ監査員というのはです、ね、全く他の取締役と区別なくです、ねあのまあ、もそもそもです、ね、監査員になるかどうかもわからないままにです、ねえー、他の取締役と一括して株主総会決議で、まあ、取締役にまず選任されますよね。でじゃあ 監査委員にはどのようにしてなるのかというと、別途ですね、取締役会決議で、まあだから、株主総会で選任された取締役同士で話し合った結果ですね、じゃあ誰々さんは監査委員をお願いしますね、と。まあいうことで、まあ取締役会決議によって監査委員に選定されるわけですね。あの、先ほどから強調してますように、最初から監査委員になる想定だったわけではないんですよ。あの、場合によってはですね、 はいまあ、指名委員なり報酬委員になるつもりだったかもしれないあるいはそういう委員にはならないつもりだったかもしれないんだけれどもいざ取締役会開いて話し合ったところ監査委員のなり手がいないとじゃあしょうがないじゃあ自分がやりますよということでね監査委員になっているかもしれないと、まあ、そういうことなわけなんですよね。はいで えー、それから解任の方ですけれども、これもまあ全く他の取締役と同じ手続きで、まあ、特則、いわゆる特則普通決議ですね、これによって、えー、取締役の地位を解任できる、まあ、取締役の地位解任されれば、当然ですね、監査員の地位も失いますからね、まあ、代表取締役の地位と同じですので、えー、したがって、まあ、他の取締役と同じ特則普通決議で、監査員である、えー、取締役も解任できるし、 それから、そもそも元々、もともとの任期ですね。これも他の取締役と同じ、まあ、1年内に終了する最終の事業年度にかかる定時総会集結時と、まあ、いうことになりますし、それから、その、もともと任期短いんですけれども、えー、任期の短縮はですね、これ全くもって自由と、まあ、定漢なり選任決議で短縮できますよと、まあ、そういうことになりますよね。はい。で、えー、この、 監査役そして監査員の、えー、地位の違いですね、これが、まあ、今回、ゲスト工場各問で問題になっている報酬面にも反映されていると、まあ、いうことになるんですねで、続いて報酬面についてなんですが、はいえー、まずは監査役の方ですねで、監査役については、監査役が2人以上、 ある場合で、まあ、各監査役の報酬について定款の定めまたは株主総会決議がない場合にはこれは株主総会決議によって定めた報酬の範囲内で監査役が協議して定めてくださいねということなんですね。まあ、いうことなんですね。でこれはどういうことかというと、まあ、あの総額は定められているわけですけれども株主総会決議で、まあ、しかし個々の監査役の額が決まってないとでそれをもしですね 取締役が定めると、まあ、いうことになってしまうとですね、これ、場合によっては、監査が甘い監査役に多めに配分して、 監査が厳しめな監査薬には報酬少なめにしてしまおうと、まあ、そういうようなことができてしまいかねないですよねでそういうふうにされたら困るなと思うと監査薬の監査も勢い、えー、みんなが緩めになってしまうと、まあ、いうことになりかねないわけですので、まあ、非常によろしくないですよね、まあ、したがって、まあ、監査薬全体のですね。 職務の独立性を維持するために、えー、個々の監査役の報酬については監査役の協議で定めてくださいまいうことなんですね。いうことなんですね。で、この点について、はい、あのせっかくなんで、監査等委員にも触れます、監査等委員もこの点は監査役と同じなんですね。えー、監査等委員である各取締役の報酬についても同様に、まあ、監査等委員である取締役の協議で定めることになりますよ、まあそういうことになりますね。 はいでえー、とこれに対し、はいえー、じゃあ指名委員会等設置会社における監査委員はどうなのかといいますとこれはです、ねまあ、先ほどから強調して申し上げているとおりです、ねえー、監査委員であろうが、まあ、それ以外の取締役であろうが、まあ、取締役の地位は基本的に変わりがないんですねでたまたまその時点で監査委員に選定されてましたよ っていうだけなんで、すよで、まあ、あの任期はそもそも短いのであんまりないんですけれどもあの、まあ、取締役の任期の途中で監査委員で亡くなったり途中から監査委員になったり、ね、あるいは横滑りで他の委員になったり、えー、普通にあるわけですからねそもそも委員の兼任もできますしね、はい、でそうすするとですね。 えーまあ、他の取締役と別に別扱いです,、ね、する必要性はこれ全くありませんよね、まあ、したがって、これ、市民委員会等設置会社における取締役の報酬は、これ、報酬委員会が決定するということになりますので、まあ、たとえ、監査委員である取締役であったとしても、他の取締役と全く同じ、報酬委員会が報酬の額は決めていくということになりますよ、まあ、そういうことになりますね。はい えー、それでは先ほどの問題、えーまあ、一度確認をあ、ごめんなさい、<laughs> する前に失礼しました、えーと、一応ちょっと考え方をまとめておきます、はいであのー、そもそも監査役設置会社においてはです、ね、まあ、先ほどから申し上げているとおりですけれども、取締役からです、ね、法的に独立した地位にある監査役ですね、これが監査を行うというところに重点を置いているんですね。 まあそうですよね。法的に独立した地位にあれば充実した監査が期待できるのではないかと監査厳しめにやってもらえるんじゃないかとまあそういう趣旨なんですね。でしかし法的には独立してたとしてもですね。まあ結局のところまあ代表取締役とまあ取締役他の取締役ですねの影響下に。 ある人が監査役になってたりということが多かったりしたのでうんまあ法的地位が独立してればいいというものではないよなという考え方も出てきましてでそこで考えられたのがこの指名委員会と設置会社のパターンなわけでしてでこの指名委員会と設置会社はどうかというと法的に独立っていうよりも実質的に独立している人が監査すべきでしょうと。すなわち 社外取締役が過半数を占める監査委員会ですね。これが監査を行うと、まあ、いうことによって、まあ、より厳しめの監査ができると、まあいうふうに考えたらいいんじゃないかと。まあそういうことなんですね。で、そもそもですね、社外取締役も取締役ですから、これ、あの、そもそも取締役になるには、 同じく社外取締役が過半数である指名委員会によってですね取締役の候補者の名簿に乗らなければいけないわけですからね、まあ、だから、もうともと取締役になる時点から相当程度ですね、まあ、この場合業務執行をするのは執行役ってことになりますけれども、まあ、その会社の業務執行者から独立した人がですね実質的に独立しているような人物がですね、えー、これが監査をしている社外取締役として監査をしている。 いるとまあ、そういうことだ、まあ、いうことなんですねでちなみに、はいまあ、あの監査役会設置会社とか監査等委員会設置会社はこの両方の考え方の、まあ、いいとこ取りを狙ったと、まあ、いうことになりますよね。まあ、監査役会設置会社の監査はまあ独は法的な独立性もあるんだけれども、まあ、半数以上は社外の人社外監査役でなければならないとされていますしそれから。 監査等委員会設置会社の方は、これ、先ほどから、ね、あの確認してますように、もともと社外取締役が過半数なわけですけれども、えー、監査役により近いその法的な地位の独立性も認められておりますので、ま,あ、まさにこの両方の考え方のまあいいとこ取りを狙ってるんだと、まあ、いうことができるかなと、まあ、いうふうに思います。はい、で、えー、失礼しました。<laughs> 先ほどのですね、ゲスト向上各も確認しておきたいと思います。もう一度読みますね 監査役会設置会社においても指名委員会等設置会社においても各監査役または各監査委員の報酬について定款の定めまたは株主総会の決議がないときは株主総会の決議によって定めた報酬の範囲内において監査役の協議または監査委員会の決議によって報酬を定めなければならない。でそうすると 正しいか誤りかというと誤りですね、でこれ、関西区の協議っていう、まあ、関西区の方の内容は合ってるんですけれども、これ、関西委員の方については、ですねこれ、関西委員会の決議によるのではなくて、えー、報酬委員会の決議によるんだ、まあ、そういう答えになるかと思います。はい えー、それではです、ね、引き続いてもう1問あります本日のゲスト向上過去問の二なんですけれどもこちらもです、ね、同じ問題なんですね「商法平成20年第34問の」の今度は「足の尾になりますでここも修正って書いてあるのはもともと委員会設置会社という形で出題されていたものを、まあ、指名委員会と設置会社に、えー、記載を改めてますよと、まあ、いうことになります、えー、それでは問題文読みたいと思いますが 監査役会設置会社の監査役は各自会社の業務および財産の状況の調査をすることができるが指名委員会と設置会社の監査委員は監査委員会の選定する監査委員に限り会社の業務および財産の状況の調査をすることができる、まあ、そういう足になりますね。はい、でこの点についてはですね 何が問題になるかというと各監査役あるいは各監査員の独立の比較という話になります。あのイメージしていただきたいのはですねあの憲法で司法府の独立っていうのとそれから個々の裁判官の職権行使の独立って話があるじゃないですか。であの 先ほどずっと検討してきたその取締役からの独立っていうのはまさに司法府の独立に対応するようなことからなわけですねあの内閣とか国会から独立してますよと、まあ、そういうことなんですけれどもでそれに対して今回の各監査委員各あごめんなさい各監査役各監査委員の独立っていうのは一人一人の監査役監査委員が ま、独立した地位を有しているかどうかという話なんですね。まあ、だからま憲法における個々の裁判官の職権行使の独立に対応する話ですよ。とまいうふうに思っていただければと思うんです。けれども、はいでまずはい。まあ、これも a ランクなんですけれども。はい。監査役の方ですね。で、監査役は？ 独任制の機関ですよと、まあ、これがもうめちゃくちゃ重要ということですねで独任制という言葉の意味をねしっかりと押さえていただきたいんですが、まあ、その後ろの括弧書きのところにありますようにたとえですね監査役会という機関が設置されたとしてもですね 監査役会ももちろん機関なんだけれども、それとは別に、一人一人の監査役自身も、引き続きですね、独立して機関としての地位を有するんですよと。まあそういう話なんですね。これは、あの、まあ、東京を扱っている我々、まあ司法書士関係者は分かりやすいと思うんですね。あの、うん、監査役会設置会社となった場合にですね、 監査、まあ、薬会設置会社である旨の登記をしますよね。でその時にじゃあ監査薬設置会社である旨の登記がいらなくなるのかっていうとそうならないじゃないですか。会会設置会社でもあるし 引き続き関西役設置会社でもありますよと。まあ、その胸の登記をそのまま残しますよね。で、それはどうしてかというと、関西役会を設置しても、なお、一人一人の関西役も独立した機関としての地位を有しているから、だから関西役設置会社の胸の登記もそのまま残すんですね。はい。まあ、なので、まあ、ここ割とイメージしやすいかなとは思うんですけれども、はい。ああ、なるほど。関西役は独任制の機関だな。 ということですね、まあ、これをしっかりと押さえていただきたいんですけれどもでそうすると、ですね、まあ、従ってのところからなんですけれども各監査役は一人一人が機関としての地位がありますので,独自にです、ね、各監査役一人一人が独自に会社の業務および財産の状況の調査をすることができますよとでしかも、なんですねこの一番最後の黄色い文字で書いているところは重要なんですけれども えー、監査役会が設置されているわけですから、まあ、監査役会がですねいろいろと監査の方針等を決定したりと、まあ、いうこともできるんですねで監査の方針等を決定できるんだけれどもその場合にもですねこれ制限がありまして各監査役の権限を妨げるような決定はできませんよと各監査役の権限は認めた上で、まあ、全体としてあの、まあ 役割分担とかした方が、まあ、監査がスムーズにいったりするので、まあ、そういうことを監査の方針として定めるんだけれどもここの監査役がこういう監査をしてはダメだよ的な、ねまあ、そういうような各監査役一人一人の監査役の権限を妨げるような方針はこれは決定できないというふうに規定されてるんですね。はいまあ、非常にこの監査役が独人性だということを尊重しているそういう規定だ、まと、あ、いうことになると思います。 でこれに対してなんですけれども、はいえー、指名委員会等設置会社の各監査員ですね、これは一人一人はです、ね、これ独立した機関ではありません、あくまで機関である監査委員会、監査委員会はもちろん機関なんですけれども、この機関である監査委員会の一構成員に過ぎない、まあ、そういう扱いなんですね。 で、従って、まあ、個々の一人一人の監査員が独自に業務や財産を調査するというようなことはできませんよと。まあ、監査委員会の行動行為としてしかできませんよということですね。で、監査委員会が選定する、選定した監査員ですね。これは業務や財産を調査することができると。まあ、先ほどのゲスト工場過去問にこのことが書かれてたわけなんですけれども、でも、あの注意していただきたいのは、ここも一番最後の黄色い部分なんですけれども、その場合であってもですね、これは あの監査委員会の決議には従わなければならないっていうふうにわざわざ条文で規定されてるんですね、えー、すなわち、まあ、先ほどの監査役と監査役会の関係とは真逆ですよね、監査委員は監査委員会の決議に、ね、当然従えと、まあ、そういう規定まで設けられてるんだと、まあ、そういうことになりますで、ちなみになんですが、ここも監査等委員についても触れておきたいと思うんですが。 この点についてはですねこれ監査等委員の場合も監査委員と同じってことになるんですね。あのまあ、そもそもですね、まあ、監査等委員会設置会社っていうのは、まあ、監査役設置会社と指名委員会等設置会社のい、まあ、いとこ取りというか、まあ、中間ぐらいはね これを狙った制度なので、まあ、監査役と共通する部分もあれば、まあ、監査委員と共通する部分もあると、まあ、そういうことなんですねでここの部分はまさに監査委員の方と共通しますよと、まあ、そういうことになるかと思います。はい、でこれに関連してですねちょっと、まあ、ついでに押さえちゃっていただきたいことがあるんですよねちょっと道がそれるんですが監査役会とか監査委員会決議の要件の、ね、比較なんです。であの監査役会決議の要件これは 監査薬の頭数の過半数ですよね、まあ、言い換えると総監査薬の過半数ってことですかね、まあ、監査薬全体の二分の一以上の賛成がないと決議が成立しない、まあ、あの格好書きに書きましたように定則数の定めっていうのがないんですよねでこれはどうしてなのかってことなんですけれども これは先ほどから申し上げている事柄と関連しているんですねすなわち監査役というのは独任制の機関ではないかとすなわち各監査役は、まあ、たとえ監査役会というのが設置されていても一人一人の監査役も引き続き独立した機関としての地位を有しているんですよと、まあ、いうことなんですねでこれをですね取締役の場合に置き換えてみてほしいんですねで取締役の場合 一人一人のですね、取締役が独立した機関としての地位を有しているのはどういう会社かというと、これ、非取締役会設置会社の方なんですね。で、非取締役会設置会社において、まあ、業務執行を取締役が決定すると、まあ、いわゆる取締役の決定ですね、えー。それの要件がどうかというと、これ、取締役の頭数の過半数であって、まあ、数の定めとかありませんよね。で、だから、これ、監査役会決議の要件っていうのは、 非取締役会設置会社における取締役の決定と同じ要件になってるわけですよ。 クーレーグレーも注意していただきたいんですけど監査役会って会議が置かれてるから取締役会決議と同じなんじゃないかというふうに考えるとそれは間違ってしまいますよということですね、えー、むしろ一人一人の監査役あるいは一人一人の取締役が独立した機関としての地位を有しているという点で共通しているその非取締役会設置会社の取締役の決定の方と同じになってるんだ、まあ、そういうことになりますね。はいで それに対し、監査委員会決議はどうかというと、これは定則数の定めがあるんですね、えー、監査委員の過半数が出席し、出席した監査委員の過半数と。 いうことになります、まあ、だからまあ監査委員の2分の1ぐらいの人が出席してさらにそのうちの2分の1ぐらいが賛成すると全体の監査委員の中でいうと4分の1ぐらいの賛成で場合によってはですよえ監査委員会決議が成立したりということがあるとまあいうことなんですよね。でなぜこのような要件になっているかというとまあ大体もうお分かりだと思いますがえ各監査委員は独立した機関ではなくまあ機関である監査委員会の位置 合成員という扱いですよね。で、これを取締役に置き換えると、取締役会設置会社。 の場合でですすねこれも同じなわけですよ取締役会っていうのが機関であって個々の取締役、各取締役が独立した機関ではないんですよね。したがって、この取締役会設置会社における取締役会決議と同じ要件ですね、まあ、取締役会決議は取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数ということになりますので、まあ、そちらと監査委員会決議は同じになっているんだということですね。でちなみに はい、監査等委員会設置会社の監査等委員会決議ですね、まあ、これも同じですよと、まあ、そういうことになります、はいえー、とそれではです、ねえー、最後にもう一度、えー、ゲスト工場過去問2問目の方ですね問題文を読んで答えを確認したいと思います監査役会設置会社の監査役は各自会社の業務および財産の状況の調査をすることができるが 合ってますね、はいえー、指名委員会等設置会社の監査委員は監査委員会の選定する監査委員に限り会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる、まあ、しかも、監査委員会決議には従わなければいけないと、まあ、いう話だったですよね、はい。ということでこちらの問題は正しいと、まあ、いうことでよろしいかと思います。 はいそれではですね今回の過去問向上委員会は以上で終了いたしますまた次回もぜひお楽しみにしておいてください。